ルーシー・リー・ロビンスはニューヨーク生まれの画家である。1880年代に家族とフランスに移り、フランスで教育を受け、活動した。女性がそれまであまり描かなかった女性のヌードを描いたことでも知られている。ニューヨークの裕福な絵に生まれた。1880年代に家族とパリに移り、1884年からカロリス・デューランのスタジオで絵を学んだ。その年、 カロリス・デューランの肖像画のモデルになった。1887年からフランス芸術家協会の展覧会に出展した。1889年からフランス国民美術協会の展覧会に出展し、1890年に国民美術協会の最初の女性会員に選ばれた。アメリカのナショナル・アカデミー・オブ・デザインやペンシルベニア・美術アカデミー。 シカゴ美術協会の展覧会にも出展し、パリの女性画家、彫刻家連盟にも出展した。1891年に政府に作品が買い上げられ、ノール県カンブレーの美術館に展示されたが、カンブレーの美術館は第一次世界大戦で大きな被害を受け作品は失われた。1893年のシカゴ万国博覧会にも出展した。1893年に、 オランダ出身の裕福な境遇の画家、ファン・リンク以前と結婚した。主に人物がギリシャ神話やローマ神話の女性像を描き、これまであまり女性画家が描かなかった女性のヌードも描いた。1943年にパリで死去した。ありがとうございます。